アバンチュリエ級駆逐艦はフランス海軍が第一次世界大戦前に収益させた駆逐艦の艦級である。本級はフランス海軍が自国の通商保護のために1910年度計画で4隻を収益させたクラスである。もともとはアルゼンチン海軍がフランスに発注していたクラスだったが建造中にフランス海軍が購入した。本級は艦種の未完元の高い。 先手郎型船体であった。切り立った艦首から、艦首甲板上に一番1 0 2トル速射砲を、単装砲貨で一機を配置、その背後に即居技を乗せた環境を基部として、簡素な単脚式の全部マストが立つ。船体中央部に4ホーム煙突が立つが、ボイラー配置が、艦室分離配置をとっているために2番煙突と3番煙突の間が離されており、 そこに2番1 0 2トル砲が前向きに1機が配置されていた。原則看板上には4 5トル、魚雷発射管が連装で2機が搭載されるが、右舷側は2番煙突の側面に1機、左舷側は3番煙突の側面に1機と、互い違いに配置されていた。空いている場所は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片元1機ずつ。 計2機で運用された。4番煙突の背後に簡素な後部マストが立ち、そこから甲板1段分上がって、後部甲板上に設けられた上部構造物を挟む込むように3番4番10.2センチメートル手法が背中合わせに1機ずつの計4機が配置された。収益後の1914年12月に武装をフランス式の モデル 189310cm 速射砲を、単装砲がで4機、対空火器として 4.7cm 降格砲を、単装砲がで1機、45cm、単装魚雷発射艦4機に更新された。1917年に、テメレール、オピニアートルは、ボイラーを、ノルマン式重油戦傷艦1機と土天無式、重油戦傷艦3機に換装し、 出力は一万二千馬力で二十二ノットとなり、外観的には日本煙突となった。九百二十六年に四隻とも機雷総海艦に、類別変更され、十センチメートル速射砲一機と四十五センチメートル単装魚雷発射館四機が撤去され、機雷総海設備が設置された。九百二十六年に、アバンチュリエが、シュルツ層ニクロフト式重油戦傷艦二機に換装され、 ついで1927年にアントレピードシュルツソーニクロフト式重油戦傷艦3機に乾燥されて速力は26ノットとなり3本煙突となった。ありがとうございます。